皆さんこんにちは、イラストレーターのハローです。今回はピクシブ高校生イラコン2024にて審査委員長を務めさせていただきました。普段は京都芸術大学通信教育部イラストレーションコースにて専任教員をやっております。今回はですね、皆さんから投稿された熱を持った素晴らしい作品たちのうち4作品をピックアップして好評というかフィードバックですねをさせていただければと思います。よろしくお願いします。はい、まずこちら、ナプチさんの僕だけの熱という作品ですね。そうですね、パッと見で人物の書き込みハッチングの具合とか髪の毛の繊維感とかほっぺの赤らみとか、あとは手の甲のこだわりとかですねがすごい感じられて、なんだろう、ナプチさん自身の情熱、描きたいところみたいなのがすごい伝わってきていいなと思いました。で、そうですね、この表情のさっきも言ったほっぺの赤らみとか熱っぽい視線とかっていうのも今回の熱っていうテーマにすごい合ってるというか、そのテーマをうまく表現できているなというふうに感じました。あとはそうですね、いいところとしてはギターの色味とか服の色味をあえて白黒ベースの色がついてないものにしていることで、キャラのその赤らんだ顔とか手に持っている花とかにしっかり目が行くようになっているので、この辺も多分意図的に意識して色の設定とかをされたんだろうなっていうのも感じ取れていいなと思いました。で、そうですね、今回こうしてみたらより良くなるかもと思ったところとしては、キャラクターとモチーフの散らばってるモチーフですねの大きさのメリハリみたいなところがもうちょっとより良くできるんじゃないかなというふうに思いました。で、ナプチさん自身からもそのものがそのものらしくとか立体感とかが表現できたらいいなっていうところだったので、その辺含めてお話ししていければいいかなと思うんですけど、そうですね、そのものをそのものらしくっていうところで言うと、例えばこの写真とか絵の具とか、これは iPad かな、液晶、何かの液晶とか、あとはイラストの練習をしてるのか、スケッチっぽいもの、冊子みたいなものとかっていうのの、書き込みを増やしてよりリアルに見せる、写実的にしていくっていうのももちろん手なんですけど、今回やってみたこととしては、物と物の境界を明確にすることで、差別化することで一つ一つの要素を認識できるようにしてはどうかなというのを考えて、ちょっと触ってみたデータがあるのでそちらをお見せしてみます。そうですね、まず最初にどう変わったかっていうビフォーアフターみたいなものをバッと見せちゃうと、よいしょ、こんな感じですね。これがビフォーで、これがアフター、こんな感じでいじってみましたという完成イメージですね。で、これの何をやったかっていうのを一つ一つ細かく説明していきます。まず、この見比べてわかると思うんですけど、手前のモチーフとかっていうのを結構いじってます。これも一つ一つ説明していくと、まず一番手前に来るモチーフ、今のこのイラストの中でも特に大きく描かれているようなものっていうのをもうちょっと極端に大きく描いちゃって、で、カメラのピントが合ってないような表現、あえてぼかしてしまう、ピントをぼやかしてしまうっていう表現をやってみたのがこちらですね。この手前に来てる iPad かな、何かの液晶っていうのをより大きくしてみて、ぼかしを加えるというようなことをやってみています。で、あと細かくいじった点としてはですね、ちょっとペンの散らばってるペンの角度をいじってるとかっていうところもそうなんですけど、そのあたりは後ほど説明するとして、細かいところなんですが、
この辺にちょっとしたメニューバーっぽいものを書き足してみたりとかしてみたことで、よりなんだろう、そういうペイントソフトの作業画面なんだなみたいなことが伝わりやすくなるように意識してみました。あとはですね、この辺に入ってる反射光っていうのも、まあ、ぼかしてしまう分ちょっと割り借りにくくなるかなと思ったので、ちょっと元々の状態より強めに入れてみています。で、あとはこれはちょっとオプション的な要素なんですけど、よくよく見てたらこの描いてるキャラクターがを囲んでる花びらが手前に出てきてるような演出、すごいドラマティックな演出だなと思ったんですけど、をされてるみたいなので、そのあたりももっと分かりやすく大きめにしっかり描いてしまうみたいなこともやってみています。で、中間に来るモチーフとしていじってみたのがこのレイヤーですね。このあたりの何らかの冊子、この辺にちょっと縦に散らばってるような感じのペンたちっていうのを中間のモチーフとして、こっちか、こんな感じで書き足してみました。で、この時に意識したのが、やっぱ要素が多いと目線どこを見ればいいんだろうっていうのが散らばっちゃうので、ちょっと今レイヤーの重なり的に分かりにくいかもしれないんですけど、この辺の散らばってるペンたちっていうのをこれらですね、こんな感じでちょっとこの中央を見てほしいんだよっていうようなのを伝えるようなイメージで、ちょっと集中線みたいな感じで配置をしてみています。はい、っていうところをこだわって、この中間モチーフっていうところをいじってみました。で、あとはですね、この飛び散ってる絵の具がすごい使えそうなギミックだなと思ったので、ちょっとこれ好き嫌い分かれるかもしれないんですけど、今回もう思いっきりダイナミックに前後関係も意識しながら飛び散らせてみるっていう風にしてみました。で、これの狙いとしては、こうカラフルさというか画面の賑やかさみたいなところももちろんそうなんですけど、意識したところとしては、この絵の具に囲まれたエリアがなんとなくこのキャラを囲むようになってるっていうフレーミングの効果、ここを見てほしいんだよっていうのが、これをやることで強化できないかなっていう狙いでこの絵の具を飛び散らせてみました。で、ここまでのこの画面だけで見ると、もともとのイラストの部分っていうのも残ってるところもあってなんですけど、ちょっとごちゃっとしてしまった印象があるので、もうちょっと画面をすっきりさせる、かつこう物と物の境界というか前後関係をはっきりさせるっていう狙いで、キャラクターのリサイズをしてみました。それがこれですね。結構キュッてちっちゃくしてみました。で、キュッてちっちゃくしたことで、そうですね、この手前にあるものとキャラクターの大きさの差とか、さっきのこの集中線で誘導してるところがより凝縮された感じとか、さっきの絵の具の囲まれてる感じ、この囲んだエリアによりしっかりキャラがスポッて収まる感じにしてみたりみたいなところを意識して、このキャラクターのリサイズというのをやってみました。はい、という感じで改めて元々のイラストとのビフォーアフターみたいな感じで見てみると、これが調整してみた例で、これが元々のイラストという感じですね。この元々のイラストもすごい好きなんですけど、より良くするならこんな感じもありなんじゃないかなっていう、ちょっと調整の例をお見せしてみました。はい、ナプチさんの僕だけの熱に関しては以上です。素敵な作品ありがとうございました。はい、続いてこちら、吉田さんのヒートという作品ですね。はい、すごい写実的によく描けてるなというイラストなんですけれども、中央に来るモチーフで、あれ、およやっていう違和感を意図的に入れてるんだろうなっていうところが、すごい魅力的なイラストだなっていうふうに感じました。はい、最初ここの中央のモチーフがおやおやタバコかなっていうところでドキッとしたんですけど、よく見るとキャンディーみたいなのを寄せ合ってそこが発火しているっていう、ちょっとエモい感じの表現で、すごい
素敵ですね。この子たちだけの世界みたいなのが感じられて、いいイラストだなと思います。そうですね、この子たちの危うげな何か背景があるんだろうなとか、なんか物語があるんだろうなっていうのがすごく感じ取れました。で、こちらのイラストのフィードバックっていうところで言うと、吉田さんからのコメントで、ちょっと構図が単調になってしまったのが気になるなというのをいただいていたので、そのあたりを意識してちょっと触ってみたデータがあるので、今回もそちらをお見せしていきます。そうですね、構図をいじってみましたというところで、また今回もビフォーアフターをお見せできればと思うんですけど、アフターとしてこんな感じに調整をしてみました。はい、パッと見でわかるところとすると、あれですね、お二人のキャラクターを右の方に、右下の方に寄せてみたというアレンジをしてみています。で、その他もうちょっといじってみたところがあるので、細かく伝えていければと思うんですが、そうですね、消して、まずいじったところとしては、今言った通り、なんて言うんですかね、キャラクターを右下に寄せてみたんですけど、ここで意図したこととしては、アンバランスさとか、ちょっとした後ろめたさというか、やっぱりこの2人だけの世界観、この2人だけのちょっと閉じられたような世界みたいなのが表現したくて、あえて中央の真ん中に、真ん中にどしって置くっていう構図ではなくて、ちょっとずらしてみる、アンバランスさを作ってみるっていうようなところを意識して配置を変えてみました。でですね、これをちょっとこっちにずらしたことで、赤いカラーコーンなのかな、この色味がアクセント的に入ってるのがいいなと思ったんですけど、ちょっと隠れてしまったので、ちょっとこっち側に移動してみています。で、さらにいくつか書き込んだところがあるので、そこをお見せしていくと、雨の背景、雨っていう環境の中の2人だと思うので、で、その雨の中に2人だけでいるっていうところも、これもまたちょっと2人だけの世界みたいなところを強調するいい材料だなと思ったので、その辺、雨の中にいるんだよっていうところを強調したくて、いくつか書き込みをしてみました。で、しぶきっていうのを出してみました。ちょっとこれうっすらなので、もしかしたら分かりづらいかもしれないんですけど、この辺りに、こう雨の日に外に出ると傘さしてもでも意外と腕とかが濡れちゃうじゃないですか。それってもう雨が当たってるっていうことなんですけど、その辺の傘さしてもどうしても濡れちゃう部分に発生する雨の跳ね返り、しぶきみたいなのを書いてみました。あとはですね、雨の日って当たり前なんですけど、こう地面にも水しぶきというか雨の跳ね返りみたいなのがあるので、そのあたりをこの辺に書き足してみています。っていうちょっと本当細かいというか地味な書き込みではあるんですけど、こういうところを重ねていくだけでも、より雨の中にいるんだ感とかっていうのが出てくるんじゃないかなと思います。で、あとはですね、これも水しぶきの一環なんですけど、ちょっとこの子たちの熱感とかエモさみたいなのを強調したくて、画面の上下にちょっとピンクっぽい、水しぶきなんだけどちょっとピンクっぽいもやみたいなの、ミスト感みたいなのを足してみています。で、これがちょっとフレーミングの効果もあって、このキャラ2人に視線を寄せたいっていうところの意図もあって、こういうもやを入れてみています。で、あと繰り返しになるんですが、雨の中の2人っていうところをよりパッと見で分かるように強調したいので、雨を書き足してみました。これちょっと極端に分かりやすく書いてるところはあるんですけど、もう降ってきてる、今降ってる雨っていうそのものも描写するような感じですねっていうのを書き足してみました。で、最後にこの絵の一番大事になるんじゃないかなっていうモチーフの、このキャンディーを寄せ合って着火してるような印象のところにオーバーレイを足してみて、ここが熱源なんだよ、ここに熱が溜まってるんだよっていうところをより強調してみています。はい、っていうところまでで
ビフォーアフターとしてはこんな感じですね。ちょっと雨のミスト感、もや感、しぶき感みたいなのが足されつつ、2人だけの雨の中、傘の下みたいなところが演出できてたらいいなと思います。で、あとはですね、すごい細かいところになるんですけど、パッと見では実はそんなに気にならなかったんですけど、よくよく見てみると結構こっち側のこの人体デッサン的なところが気になるなというところがあってですね、特にこの傘を持ってる腕ですね、のつながりと肩のつながりがちょっとよくわからなかったんですけど、多分こうなってるんだろうなっていうふうに想定して、ってなってくると服の表現とかももうちょっと、なんていうんですかね、体が手前に開くんじゃなくて奥に角度がついてるような感じ、今こっち側にちょっと開く感じになってたところを、もうちょっとこっち側を向いたような感じにしてみてもいいんじゃないかなっていうふうにいじってみました。あとはですね、これはちょっと提案レベルなんですけど、なんかもはやこのぐらい思い切ったトリミングをしちゃっても、このイラストってもしかしたらかっこいいのかもっていうふうに触りながら思いました。なんかさっきの元々のフィードバック例だと、ちょっと抜けた空間を作ることでそのアンバランスさみたいなのを出してたんですけど、こういう結構もういろんなところをバツバツって切っちゃうようなトリミングにすることで、なんだろう、この2人の狭い空間みたいなところとかも表現できるのかなと思ったので、この辺はもう結構好みになってくるかなと思うんですけど、ちょっと広めの世界の中での2人の世界なのか、もう本当に閉じられたこの2人だけの世界なのかみたいなところを意識しながらトリミングとかっていうのを考えてみてもいいんじゃないでしょうか。はい、というところで吉田さんの作品への好評は以上となります。素敵な作品ありがとうございました。はい、続いてこちらの作品ですね、ワニエイジンさんでしょうか、ガクエイトさんでしょうか、お名前の読み間違っていたら申し訳ございません、熱という作品について見ていこうと思います。はい、こちらの作品にいただいているコメントですが、初めて厚塗りにチャレンジということですね。はい、ナイスチャレンジです。厚塗りすごい難しいと思うんですが、はい、チャレンジ素晴らしいです。で、エンジンが背中に積んでるエンジンを描いてみたが、浮いて見えてしまうっていうところですね。まずここから見ていければなと思うんですけど、このエンジンを積んでるっていうアイディア面白いですね。なんだろう、ロボットじゃないけどちょっとメカニカルな要素を足して熱を表現してみたっていうところで、ちょっと私にはない発想だったので、すごいいいアイディアだなと思って見ていました。で、エンジンがいまいちこうキャラとの関連性が見せられていないというところが気になるポイントだったかなと思うので、そのあたりをちょっと触ってみたんですけど、ですね、キャラクターがエンジンを積んでるんですけど、これをこんな感じに加筆調整してみてはいかがでしょうと、やでどうでしょうというアイデアがこちらです。すごいいろいろ書き込まれたなっていうふうに見えると思うんですけど、エンジンって私もメカニカルそんなに詳しくないんですけど、ちょっと調べてみた感じ、なんかケーブルとかパイプチューブみたいなものが結構生えてたりするのかなと思うので、そういうところを書き足してみつつ、キャラクターとのつながり、今背中の奥側に要素が書かれてるだけなんですけど、背中から手前にかけて何らかこうギミックがつながってるような表現にしてみてはどうでしょうというのを書き足してみたのがこちらになっています。ちょっとなんか生々しくなっちゃってるかもしれないんですけど、血管を意識したようなケーブルを足してみたりですとか、あとはパイプっていうんですかね、なんか熱を送る何か、煙を出す何かみたいなのをつないでみたりっていうところをしてみています。で、この書き足しをしてる時に気づけたところなんですけど、この部分が
ここの部分が多分 T シャツの柄じゃなくて、本当このキャラクターの内臓というか体内というか、本当エネルギー熱を発生させている部分みたいな表現になっているんだなというふうなのが分かったので、なんかすごいちょうどいいじゃんと思って、だったら本当この背中に積んでるメカニカルな部分と自分の体内に当たる部分っていうのをつなげられると、より一層その連動性、ここからここで生み出された熱で自分の体が回ってるんだみたいなのを表現できるんじゃないかなと思いました。ので、あの元々のアイデアとしては、あのワニエイジンさん、学エイトさんが持ってらっしゃったものなんですけど、せっかくあるこの2つのモチーフをなんかつなげることで、より一層エンジンを積んでる感みたいなのが強調できるんじゃないかなと思った次第です。はい、で背景に関してなんですけど、ちょっと現状だとこの辺の黒が強くて、黒ってやっぱり強い色なので目がいってしまう、キャラクターに目を行かせたいんだけどこっちの黒に引っ張られてしまうみたいなところがあるので、まずちょっといじってみたところとしては、もやがかかったような感じ、プラス空気遠近法がかかったような感じで、ちょっとぼかしちゃっても、ぼかしちゃうというか色を薄くしちゃってもいいんじゃないかなというふうに思って、そういった調整をさせてもらっています。で、タンクみたいなのがこっちとこっち両方にあったと思うんですけど、両方にあるとやっぱりそれもそれで重くなっちゃうので、一旦ちょっと片側だけにしてみました。こっちをなくしてみました。で、代わりにこっちに何を置くかっていう と、この円形みたいなのを足してみました。この辺でちょっと抜け感も作りたい意図ですね、画面内の奥行きというか空気感みたいなのを伝えたいっていう意図です。で、このキャラクターがどういう場所にいそうかな、どういう世界観が合いそうかなっていうのを思った時に、やっぱエンジンとか工学的なもの、メカニカルなものを背負ってるっていうところだったので、ちょっと工業地帯、工場があるような場所とかって合うんじゃないかなと思うので、ちょっと工業地帯っぽい背景、円形を足してみました。で、煙ももくもくこうさせてみたんですけど、工場だから煙だよねっていうのはもちろんなんですけど、その他にも意図があって、たびたび話題に出てくるフレーミングみたいな形で、この煙とこの煙に囲まれたここを見てほしいんだよっていうのを伝える意味で、この煙っていうのも足してみました。で、さらにですね、背景を書き込んでみたんですけど、またこの辺もこのキャラクターが立ってそうなのってどういうところかなっていうのを考えた時に、このもともとあった道案内の板、案内板っていうところに着想を得たんですけど、なんだろう、こういうちょっとトラックシグナルとか、ちょっといい言葉選びが見つからないんですけど、これと並んでてもおかしくなさそうなモチーフっていうことで、ちょっとカーブミラーってなんかオレンジしてるじゃないですか、そのカーブミラーみたいなの棒を足してみたりとか、あとはちょっとキープアウトっていう感じの、なんか路地裏につながっててそこは封鎖されてるんだよみたいな時とかって、こういうキープアウトの表現があったりとかすると思うので、そういうキープアウトのテープを貼ってみたりとかで、この世界観を強調してみています。で、これで一番何がやりたかったっていうと、視線誘導ですね、キャラを見てほしいっていうところが、あの作者さんの意図としてもあったと思うので、こういうモチーフを書き足すことで、ここ見てねっていうのを、ちょっとこれも極端に分かりやすすぎるぐらいやってますけど、視線誘導の意図でこういうモチーフ、視線誘導できるモチーフかつ世界観に合いそうなモチーフっていうのを足してみました。はい、であとはですね、あの似たような感じで画面の奥行き感プラス世界観の補強、視線誘導っていうところを意識して、手前のモチーフもちょっと足してみています。で、これはさっき別の方へのフィードバックもあった通り、あんまり目立たせたくはない、かつすごい手前にあるものだっていうふうに認識させたい、自然に認識させたいので、あえてすごいぼかしを加えてみています。ピントが外れたような表現ですねっていうのを入れてみています。で、このいろんなモチーフを加えたことで、改めてここが角で、この中に入れ込まれたこの空間を見てね、
この視線誘導に従ってみてねみたいなところを補強するような意識でちょっと調整を加えてみました。はい、というところでいろいろ書き込んでみた状態でビフォーアフターを見てみられればと思うんですが、これがちょっと調整を加えてみたアフターで、これが元々の状態ですね。ちょっと背景の黒の重さが悪目立ちしちゃってるみたいなところは抑えつつ、でもモチーフとか世界観は残しつつ視線誘導をするみたいなところができてたら、あとはあのエンジン、ちゃんとエンジンを背負ったキャラクターなんだよっていうことが伝わるような表現になっていたら嬉しいです。はい、いかがでしょうか。あとはですね、なんかより派手、画面を派手にするならっていうところで思いついた案なんですけど、工場とかって煙突があるあのあたりとかってフレアスタックっていうのをご存知ですかね。煙突がたまに火を吹いて夜とかに見るとすごい空が明るくなってて、なんだこれはみたいになるフレアスタックっていうのがあるんですけど、あのあたりとかを取り入れてこう画面に炎を分かりやすく描いちゃって、より熱感、テーマの熱ですね、熱がある感じとか画面の派手さとかみたいなのを足してみてもいいんじゃないかなと思っての、これはちょっとオプション的なアイデアになっています。はい、というところでこちらの作品に対してのフィードバックは以上です。こちらも素敵な作品ありがとうございました。最後はこちら、コウさんの熱中という作品ですね。こちらの作品はですね、たびたびコメントしてるんですけど、本当にもう昔の高校生時代の自分を思い出すなというイラストで、本当見ていて泣きそうになっちゃうぐらいちょっと感情が高まるイラストで、本当に素敵だなと思いました。そうですね、見てパッと多分わかる通り、私の熱とあの子の熱っていうコントラストが伝わってくるイラストですよね。で、多分この子に対する感情って憧れとかももちろんある、ポジティブなものももちろんあると思うんですけど、きっとそれだけじゃないんだろうなっていうのが、この子がいる青い色味の部分とか、ちょっとアップで見るとわかる表情みたいなところから伝わってくるなと思います。こうイラストとかクリエイティブの世界とかって、こう自分だけの世界、自分の作品ではあるんですけど、やっぱりどうしても見る人がいるとか、他にも制作する人がいるっていう他者の目線とか他者との比較みたいなところが避けて通れないものだなと思うので、そういう比較ゆえの冷静さとか、悪い意味での冷静さですね、なんか、あ、自分なんてみたいな冷静さとか、あとは嫉妬とか執着とか、ちょっとポジティブなだけじゃない感情みたいなのが渦巻いてるっていうのが、ちょっと過剰かもしれないんですけど、高校生時代の私みたいなところをちょっと思い出してしまって、すごい心にくる、いい意味で心にくるイラストだなというふうに本当に思っています。はい、という感じで、この作品については添削というより感想を中心に話させてもらいたいなというところだったんですけど、そうですね、よりよくできるかもみたいなところはもちろんあって、細かいところで言うと、例えばまず一番気になったのはこのイーゼルキャンバスのパースですね、がちょっとなんか上に消失点があるような、ここがすぼまってってるような表現になってしまってるのがちょっと気になったので、この辺は表現平行に書いてあげてもいいんじゃないかなというふうに思いましたね。で、あとは人体とかもややちょっとこう下半身に対して上半身が大きめな表現になってる印象があったので、まあ、こんな感じのバランスにしてみてもいいんじゃないかなぐらいに思った感じですね。あとはちょっと上体の向きとかも、顔はこっち見てるんだけど体は
キャンバスの方より向いてるかなと思ったので、なんかふと見たあの子が気になるみたいなシーンかなと思うので、そのあたりの体の向きとかも調整してみてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりはしましたが、あのこのイラストの良さ、この作品の良さって本当そういう細かく見れば気になるところはあるんだけど、そういうところを置いておいても目に飛び込んでくるインパクト、感情に訴えてくる勢い、迫力みたいなのがあるなと思ったので、本当あくまでもより良くするならこういうところありえるかもねっていう風に聞いてもらえたら嬉しいです。でそうですね、あと思ったのが、他にも違和感を感じるポイントってなくはなくて、例えばこの窓が廊下側の窓なのだろうなって最初は思ったんですけど、よくよく見たらこう外側、外に向けた校庭側に向けた窓みたいなこともありえるのかなと思っていて、で本当は多分光が入ってくるのってこっちだからこっちなんだけど、この手前の子がすごい魅力を持っていて、熱を持っていて発光してるんだぞっていう表現だから、本当はこっちから光が入ってくるはずなのに、こっちの手前にいる子の方の光の方が強いみたいな表現をしているみたいな、意図的にそういうことをやってるのかなみたいな風にも捉えられたりとかですね。あとはこれもなんか私が深く見すぎなのかもしれないんですけど、結構この子とこの子の髪型が実は近いなと思っていて、もしかしたら実はこの子とこの子って同じキャラで、本当はこうありたいんだけどそうなれてない自分、理想に憧れる自分、その理想に憧れる熱みたいなのを表現した作品なのかなみたいに思ってみたりとか、なんかそういういろいろ考察させる余地があるのも素敵だなと思っていました。でこれも難しいんですけど、なんかそのあえてわからなくするっていうのも作戦の一つではあると思うんですけど、いやいや全然そんなことないんだよみたいな、ちゃんとっていうか、向こう側は外じゃなくて廊下だし、この子とこの子は別の子なんだよみたいな風に伝えたいのであれば、その辺をもうちょっと分かりやすく補完してあげるのもそれはそれで作戦だろうなというふうに思ってます。なので例えば本当に向こうは廊下なんだよってことを見た人にパッと伝えるのであれば、廊下側って、まあ学校によって違うと思うんですけど、一般的に廊下にも窓があってみたいな風になったりすると思うので、この教室と廊下の境目にある窓とはまた別に廊下側の窓、ちょっと高さは適当ですけど、廊下側の窓みたいなのを伝わるかな、冬期間ですね、この窓の教室と廊下の境目にある窓の向こうにももう一個空間があるんだよみたいなのを書き出してあげるだけでもその辺補強できたりするだろうなと思いますし、さっきのこの子とこの子は普通に別人物なんだよっていうことであれば、もうちょっと意図的に髪型をずらしてあげるとかをしてみてもいいのかなと思いました。ただなんか意図的にそういう、あれ？これってどういうことなんだろうっていうのを狙ってやってるとしたら、もう私はお手上げというか、もうお見事、素晴らしいですっていう、なおのことこの作品が好きになりましたっていうような感じでした。であとはこれも私の主観というか趣味思考が入ってるかもしれない調整例として一個思いついたのが、トリミングの案としてこういうことをしてみてもいいかもなと思いました。何をしたかっていうと、あえて手前のこの表情を見せなくする。で、この目元とかが見えること、目って結構その感情とかが伝わってくるので、もうキャンバスをじっと見て熱中してるみたいな様とか、この子のきっとなんか真面目なんだろうなみたいな様子とかが伝わってくるんですけど、この目を見せないっていう風にするだけで、よりこの手前のこのミステリアス感とか、何を考えてるんだろうとか、そうですね、ミステリアス感みたいなことが強調できるんじゃないかなと思ったので、
一案としてっていう感じですね。で、すごいこの手元は美しく表現されてるなっていうふうに思ったので、手元は見せたいので、ちょっと手元だけちょっと位置調整してみて、残す感じにしてあります。はい、こういうトリミングとかもいかがでしょうかという提案として聞いてもらえたら嬉しいです。はい、こちらの作品に関しては本当に繰り返し言ってる通り、いろんな感情がかきたてられて、かつ結構見る人の今の心の状況とか年代とかによっても感じる印象が変わってくる作品なんじゃないかなと思うので、本当に素晴らしいと思いました。私もこういうイラスト高校時代にすごく描きたいなと思ったイラストでした。はい、本当に素敵な作品をありがとうございました。はい、ということで私からの好評というかフィードバックは以上になります。改めまして、作品を制作された皆さん、投稿された皆さん、本当にお疲れ様でした。素敵な熱をありがとうございました。そして、作品は書かなかったよ、投稿しなかったよという方も、白熱したコンテストを見て楽しんでいただけたんではないかなと思います。見てくださった方も本当にありがとうございます。はい、私は冒頭の挨拶でもお伝えした通り、普段は大学の先生をやっているんですけれども、今回はピクシブ高校生イラコンということで、普段見ている作品とはまたちょっと違う高校生たちの作品をたくさん見る機会となったということで、本当に高校生ならでは若さのあるみずみずしいフレッシュな作品群を見ることができてですね、私も好評の中でも言ってましたけど、高校時代を思い出したりとか、楽しかったことも苦しかったことも全部ひっくるめていい思い出だなと思うんですけど、そういったことを思い出す機会に慣れて、すごい初心を取り戻す機会になって、すごく良かったなと思っています。本当に皆さんから刺激をもらえたことを感謝しています。改めましてありがとうございます。はい、これからもイラストを見たりイラストを描いたりというところで、いろいろな形でイラストを頼んで楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。改めましてお疲れ様でした。ありがとうございました。